ふたら山の神社、または、ふたら神社は、ふたらを社名とする神社。かつての下谷国の神である二魂神に関係する神社である。ふたら山の神社、ふたら神社は、二魂神を祀って建立された神社、または、ふたら山の神社を勘定して建立された神社である。演技式によると、下谷国河内軍には、名神大社ふたら山の神社が鎮座していた。 また、六国史によると八百三十六年に当時十五以上で、あった二行人が、聖五位下を奉受しており、その更新外を、重ね八百六十九年には、聖二位に達している。かつて、二浦の子は、二皇と音読され、日皇の地名のもとなったが、それ以前は、演技式神明帳の九条下本では、二浦山の神社に、二浦のと、読み仮名が当てられていることなどから、二浦、 または、フタらと読まれていた、とされる。また、奈良時代に、小道が南大山に登頂して、日光山を開くより、前の南大山の呼び名について、山頂の遺跡から古墳時代の遺物も出土しており、小道以前にも南大山が山岳信仰の対象であったことが認められること、信仰の対象である山の名称が様々に変わるとは考えにくいことなどから、 ふたら山であったとされる。なお、もともとは、ふたらだったものが、あの脱落によって、ふたらと読まれるようになった、と考えるのが自然であるとされる。上代において、ふたは、名詞、動詞を修飾し、形容詞を修飾することはなく、また、あらは、独立して用いられることはなく、名詞を仮説、あるいは、形容詞、動詞の語感の一部となることが多いため、ふたら山の、 元々の構成は、二荒山であると考えるのが自然であるとされる。後に、二荒が連合であるように意識されて、二荒の山あるいは二荒の神などと呼ばれるようになったが、二はあくまでも荒山を就職していたもので、つまり二つを意味していたとされる。この二つとは、当時、筑波山の南大山、女隊山のように、 二つの並ぶ山を男女一体と見ることが多かったことから、日光における、南大山、女宝山のことを指しているとされる。なお、荒山とは、荒が、神霊への畏負の感情をも示すことから、霊意の強い山つまり、荒ぶる神霊の静まる山と捉えるのが妥当とされる。宇都宮ふたら山の神社拝殿日光ふたら、山の神社拝殿、式神明には、神大社として、 下谷国川茶チャ軍二ら山の神社と記載があり、以下の二社が論社とされている。両社とも祭人が異なり、名称の由来もこととされるため、全く別の神社とされる。しかしながら、日光社は、下月の市の宇治寺である、下月役主事の修行像を、衝動承人を改装とする一方、宇都宮社は、宇都宮市が雑となるまで雑は、 下もつの氏の隕石者であったと言われており、両者とも下もつの氏にゆかりの深い神社である。鎮座地に関して明治政府が表した小樹類園では、日光社のある日光市は旧下も国津賀郡であり、河内郡鎮座の名神大社は河内郡池辺号の二良山の神社であるとしている。社名に関しては、日光社は二良山が南大山の古名であるとし、 二たらの読みから、日光の二文字が当てられるようになったとされている。しかしながら、平野に立つ宇都宮社には、二たら山の観念が結びつかない。この論争をめぐっては、明治四年に、二たら山の神社下屋国として、国兵中車に列していた宇都宮社が、日光社が式内社とみなされたことで、明治六年に県社に降格したという権威がある。その後、明治十六年に宇都宮社も、 式内社論者として位置づけられ、改めて国兵中社の社格に復帰した。現在は両者とも、式内名神大社、下付国一宮を称している。六国史における二行人の記述。宗教法人登記上は、二ら山の神社が三十社、二ら神社が十八社、二ら社が三社存在する。宗教法人格を持つ神社を以下におつけて表す。ありがとうございます。